こんにちは、インタビュアーの安本彩香です。本日はこの方にお話を伺いましょう。アメフラシのアイラです。なんかもう一個今日はこれ絶対聞こうって思ってたことがあって、はい、そのやっぱりさ、アメフラちゃんはさ TikTok でさ、はい、そうやって若いさファンが増えたりとかさ、もう数字もすごいわけじゃん、再生数とかいいねとか、はい、なんかそれのコツみたいな、あ、 TikTok で数字を上げるコツみたいなのはちょっと一個伝授してもらいたいなって。私も本当に SNS に疎くて、最近ちゃんと勉強し始めたんですけど、あ、そうなの？なんかこれが合ってるのか分からないんですけど、うん、なんか今流行ってるっていう音源とかあるんですけど、うん、それで撮ってみて、でもそれでもバズらない、なんかいいねが増えないとか、うんうん、再生数増えないときはもうそれはもうやらないんですよ、逆に。なるほど、ね、でもなんか今流行ってなくて昔の曲で踊ってみて、うん、自分が踊ったのがちょっと再生数とかいいねが増えたら、うん、そればっかやってます。私、あ、じゃあバズった音源を使いまくるんだ、はい、使いまくる、自分がバズった音源を、なんか俺たちがバズってるのも、まあ、確かにバズりやすいというのもあるんですけど、うんうん、多分なんかこの音源を踊る私でバズったんだなっていうのがあるから。あ、なるほどね。とか場所を固定して撮るとか。あ、背景、うん、背景。私は結構事務所の、あ、そうだよね、いつも事務所だよねそう、あそこで撮ったなんかそのザットザットっていうダンス動画が結構いいねがいっぱいあったので、うんうん、そこで定着して撮るようにしたりとか。そうなんだ。すると、うん、あ、この子ねって、あ、なる、この背景の子だみたいなのかなとは思います。違う、もう その勉強は、はい、もう自分でいろいろいろんな人見て勉強したって感じ、はい、そうですね、まあ、実際練習っていうところもあるし、なんか割と自分がいいと思ってるものもバズらなくて、自分がなんかこの動画ちょっとイマイチだったな、うん、でもあげられないからこれあげようって言ったものが、うん、いいねが多かったりとかもするので。あ、そうなんだ。なんか何がバズるかやっぱ分からないのが TikTok だなと思うんですけど、ね、いや、本当そうだよね、はい、そもそもさ、その TikTok に力を入れようみたいになったのは、はい、その意図的に始めたのか、それともたまたまバズって力入れたのか。でも、もともとその去年の1月になんかみんなで会議をしたんですよ、うん、何を頑張っていくかとか、フォロワー数はここまで目標に持ってきたよねとか話してた時に、うん、SNS 頑張ろうってなって、みんな個人の TikTok 開設し始めたりとか、なんか Twitter やり始め、あ、X やり始めたりとかっていうのはもともとしてて、そこででもなかなか数字が上がらなかったところで、うん、なんかリリースイベントとかあった時に動画がバズって、うん、あ、そうだそうだ、でそれで余計力が入ったって感じです。あれはファンの人が撮った動画がバズったんだよね。そうです、そうです、それがすごいなと思って、はい、そんなバズり方があるんだと思って、私たちもこれがバズるんだってめっちゃびっくりしました、ね、自分たちの曲でもないし、うんうん、そのザッとザッとやってた理由も、うん、なんかみんなが知ってるような楽曲を1曲目に持ってったら、うん、この子たちなんだろうって見に来てくれるかなっていう戦略でやってただけなので、うんうん、そっかそっか、バズろうとしてやってたわけじゃなかったから、すごい意外でしたね。意外だね、はい、でも本当ファンの皆さんのお力もお借りして、みんなで作ったものって感じなんだね。ファンの方に頭が上がらないです本当にありがとうございます、ね、いや、すごいね、素敵なグループですね。嬉しい、はい、え、去年でね、結成5周年ってことなんだけど、はい、5年間こうやってみてどう？いや、もうなんか本当にこの1年やっとみんなに注目していただける機会が増えたなって感じてて、うんうん、それまではもうコロナ禍もあってなんか結構つまずいちゃったりとか、うん、なんかやってて意味あるのかなとか、うん、自暴自棄になっちゃったりとか、うん、すごくグループ自体が結構ナイーブだった時期もたくさんあったので、うん、なんか長い5年間だったなってめちゃくちゃ思います。順調にいってなかったからこそ、そっかそっか、なんかやっとこっからだなっていうのは感じてます、うん、そっか、なんかこっからどんな風にアメフラシこうしていきたいなみたいな願望とかあったりする、うんうん、私父は結構ももクロさんのバックダンサーとかで大きいドームとか立たせていただくことが多くて、うん、なんか結構上を見すぎちゃうなんか癖とかがあって、うんうん、その現実との差
で結構落ち込むこととかもあったので、うん、今の目標は一つずつちっちゃい目標でもクリアしていこうっていうのが今私たちの目標で、うん、なんか最終的にはなんかやっぱ海外でも活躍できるようなグループになりたいっていうのが私たちの目標でもあるんですけど、うんうん、いやなんかもうこんなちっちゃかったアイラちゃんがまともなこの回答をしてさ大きくなったなって思うよ。大人になったね。いや頼もしい後輩を持ちましたよ。ありがとうございます。いやもう大好きです先輩。あ、ありがとう。これからもスタプラをね一緒に盛り上げていきましょうね。頑張ります。はい、ということで最後にこの夜間とアイドルを見ているファンの皆さんへメッセージお願いします。いつも応援本当にありがとうございます。アメフラッシュは今年よりね去年よりも皆さんがなんかもっと応援したいと思ってもらえるようなグループに成長できるように頑張りたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。ということでアメフラッシュ5周年スペシャルインタビュー、ゲストはあやちゃんでした。ありがとうございました。